皆さんおはようございます。今日講師を務めさせていただきます高田と申します。今日はですね、岡本町というところもかなりの映画人とかも住んでおりますし、映画テレビのロケ地にもなってますので、岡本町を中心に回りたいと思うんです。成城周辺の映画のロケ地もちょっとご案内しながらダイジェストですけどもしたいと思います。よろしくお願いします。参りましょう。大映画の新高校生ブルースという映画です。関根恵子さんなどが主演のちょっとこうエッチな昭和40年代の映画でしたけども、これです。そこなんです。こういう石なんです。これが昔はこうやってリンゴ箱とかにこんな積んでるような、こう普通の、八百屋さん前とした食料品店だったんですよ。だから肉を仕入れたりして、石は黒沢家で持っているというふうに和子さんおっしゃってました。さん、さあここはですね、東京堂という屋号で有名な古いパン屋さんです。でこちら側が化粧品店さんがございました。亡霊はこの世で一番無責任と言われた男と歌ってくるのはここですね。この通りです。今も化粧品屋さんになってますが、羽根棒化粧品のお店でした。ここで植木さん歌いながらですね、でここでパンと入ってます、この辺りが今言った成城石井ですね。石井食料品店がございました。成城の駅はこんな階段で登っていく、2階に改札口がある駅でございましたね。和菓子店の青柳ですけども、青柳さんはもう何年か前にもう閉店されましたけども、今でも建物だけはここに残っておりますね。ここもさっき申し上げました青柳信夫監督がエリチエミの主演で撮りましたサザエさんシリーズ、これ10本ほど作られましたけども、昭和30年から34、5年にかけてですけども、これは洋品店がありまして、カツオ君とワカメちゃんがここに買い物を来るシーンなどもございました。なんとサザエさんは正常で撮られていた。サザエさんと波平さんの、これは森川慎じゃなくて言いますね、藤原鎌太さんですね。そして丹下清子さんじゃない、清川虹子さんが船さんという役ですけども、このバス停ここに設定されておりますね。サザエさんは10作ほどございますが、全ての映画でテーマ曲というべきビビディバビディブー、ディズニーソングですけども、ビビディバビディブーを必ず歌うんですが、第3作目ではなんとここで歌ったんですね。ちょうど11月、12月頃の撮影だったでしょう。お正月映画でしたけども、ここから通っていたというふうに聞いてます。だからメイン通りはむしろこっち側だったというふうに聞いてます。そこで撮られたのが、これは日本一のホラ吹き男と言います、やっぱり植木仁さんの代表作ですけども、この桜並木ですね、ここで撮っております。これは映画ではですね、真っ暗で一体どこで撮ったんだろうと長年疑問に思ってましたが、私の知り合いがですね、成城に住んでおりまして、このお母さんから私は確かに聞いたと、植木仁が夜中にやってきて、バカ踊りして帰ってきたんだよというようなことをお母さんが言っていた、それで分かったんですね。昭和33年の日活映画、小林旭さん主演の、マイトガイと言われる直前の女を忘れろというハードボイルド映画なんですけども、これがなんか DVD を借りて見ていたらですね、なんとここではありませんかと気がつきました。成城学園の正門ですね。この門ですね、この本屋さんの前で2人ははしゃべってますが、ここですね、ここまでまだ残っていますね。昭和33年から何も変わらない。線川が流れてますので、こうやっぱり坂になって下に川が流れているという構図ですけど、さあここにマンションがあり、ここにまたマンションがありますが、そこのマンション、成城コーポといいます緑色のレンガ色のですねマンション、これがですね、なんと昭和43年の、タイガース、GS のザ・タイガース映画、世界は僕らを待っているというかね、タイガースが合宿しているという設定のマンション、今でも全く残ってます。ここからタイガースが出てきます、そのレンガ色のところですよね。これは再放送で初めて放送されたんですけども、これは柳家寛さんですけども、後ろ姿、ちょうどここですね、この辺りですね。
元の宇宙などが作ってたと思います、そこにございますのは決算機材の今後はこの場面はここですね。ちょうど南口のここで植木さんはこうやって歩いています、ここからちょっと見えませんけど今でもこの鉄塔は残っていまして、昔を忍ぶのはこの鉄塔ぐらいですけども、通常で一番こう古い鉄筋のビルではないかと思われるのがこの鉄塔ですね。それを毎月ずついろいろ変えて展示してました。市川監督ですね、あのベレー帽じゃないのね、この人はなくなりましたね、ね、これはもう綺麗に速攻直したんで、うん、もうしょっちゅうロケに使ってます。さんがまあ働くというね。当初は相当昔ですけど。昭和50年代の末まであったということなので、ね、ちょっと意識してなかったので、いつの間にかなくなりましたけどね。下っ子そうですね。さあ、ここがグラン。
ここで撮られたのが山口百恵さんと宇津井健さんの別れのシーンなんかがここで撮られたり、まあ、非常にロケーションがいいですのでね。いいですね、お大将のこのピンクのジャケット。いかにもですね、お坊ちゃんらしい、はい、これが世田谷大使館で撮られてますね。ここはあの非常にいろんな絵が大気大作戦であるとか、怪獣文化であるとか、先に演じていただいた傷だらけの天使、ここ2回出てきますね。ここはやっぱりロケ地として非常に多い。田公園は日永小百合さんと高橋英樹主演のこんにちは20歳という石坂洋次郎さんの、ね、原作の映画がございますが、この辺りでロケされておりましたね。主に成城学園も出てきまして、学校の中やら駅前やらで、吉永小百合さんが成城の駅前を歩いているシーンなんかがありましたけれども、三浦整備学園、これもコメットさんのロケ地として。